2007年7月29日、妻に、愛してる、と言ってみるスレというスレにこのような書き込みがなされた。夕食の時、さらっと、愛してる、と言ったら、朝から出て行ったきり帰ってきませんオズ。浮気してると思い込んで更新所と弁護士に相談しに行ってるとか。そっけなく接しつつそろそろ離婚して真男と一緒になろうと思っていた矢先に旦那に、愛してる、とか言われて、今真男と一緒に計画の練り直し中か。ワクテカしてしまう俺は悪い子。つーかその夕食から朝までの出来事詳しく。詳しく言われてもな。普通に会話しながら飯食ってて、愛してる。これからもずっとだ、言うたら。その後、会話なくなって飯終了。特に会話なく時間過ぎて、ははーん、これがツンってやつか。じゃあそろそろデレが来る頃だな。ワクテカしてたらそのまま朝。で、朝も特に会話もなくどこ行くともなく出かけてってそのまま。映画見に行くぞって先週から言ってたんだが、娘と息子と3人でお留守番。携帯に連絡しないの？メールは？電波が届かないか電源が入って。どうやら勇者になり損ねたどころか、別スレに行く必要がありそうなので該当スレ探して旅立ちますオーズ。お前らは無事勇者になってください。とりあえず家宅捜索から始めよう。実家に電話しとけ。実家電話したら、実家にも来てないとのこと、まだ帰ってこないよ。家の中、ちょっと調べたら嫁通帳に入れてた貯金が俺と嫁で真っ二つにされてた。ついでに緑の紙も出てきたわ大津。状況つかめないし事情もわからんし、俺もどうしていいかもうわからん。あああれな、行きは釣りだな。うん。釣りなら釣りってちゃんと宣言しろよ。釣りっぱなし、行くない。俺はこういうネタで釣るようないい趣味持ってないんだよ。お前さんは幸せなんだろうが、軽いノリで茶化すな。嫌な話にさせてしまったんだろうけど、俺も他の連中の邪魔はせん。すれ違いになった時点で出ていくよ。辛い気持ちはわかる。寺か怪しい家移動した方がいいと思うんだがいかがだろう。とにかく、今は落ち着いてくれ。怪しいものは家の中に他にもないか。離婚する気満々じゃん。一致に心当たりがないとすれば男関係を疑った方がいいな。じゃあ怪しいぞ。すれに移動してもらった方がいいな。頑張れよ一致。みんな騒がせて申し訳ない。子供寝かせてそこ行ってきます。そして一致は、怪しいぞ。嫁の不審な行動を監視するスレ、に移動し、名前を、パルプンテ、とします。愛してるスレで勇者になろうと、夕食時に嫁に、愛してる、と言ったら会話が途絶える。その後も会話なし。これがツンか、じゃあそろそろデレが来る頃か、とワクテカしてたら朝になった。朝から嫁行き先告げずに出かけたまま未だ戻ってこない。携帯電話は、電波の届かないとこ。今日は子供たちと映画に行く予定だったのが俺、娘、息子3人でお留守番の計。家宅捜索の結果、見つかったものは嫁通帳に貯めてたはずの貯金が俺と嫁通帳に真っ二つに分けられていた。ついでに緑の紙、記入済み、も発見。嫁実家に電話入れてみるも嫁実家にはおらず俺の家に分けられた貯金と緑の紙があり。どこをどうやってそういうものが用意されているのかが現在謎。かなり黒っぽいが、自宅捜索して出てきたのはそれだけ。不自然すぎて何も言えん。黒な気もするんだけど、帰ってこない理由がわからない。離婚準備をそこまでしてたなら、離婚切り出せばいいし。何か、事件に巻き込まれたとか事故ってるとかそっちを疑ってしまう。明日帰ってこないようなら真面目に捜索届け出した方がいいかもしれない。ハゲドウ。白黒云々は後で考えるとして、まずは行方不明の心配が先だと思う。博打、浮気、暴力、肉体的、経済的、借金、酒や薬物等の依存症、病気など離婚されるような理由に心当たりはある。ないなら、嫁実家に再度連絡を取って嫁が離婚を考えてる節があること、こちらには訳がわからないことを告げておいた方がいいと思う。博打しない、浮気なし、暴力、肉体的、経済的、ない、借金は二人とも嫌いでなし。酒は仕事の付き合い程度。薬もない、病気は強いて言うなら二人とも腰痛持ち。離婚される理由が、どんなに考えてみても思い浮かばない。完璧な親や夫やってたかって言われればできてはいないけど離婚につながる重大なことはないと思う。貯金は半年前から別々にされてた。嫁、まだ帰ってこないよオズ。鍵、行くに、妻が仕事をしてるならそれへの理解とか思いもよらないところで不満を持たれてたりするからな。子供の年齢と、行くにへの参加の愛は、嫁も仕事してる。家事は休みのは、食事当番俺で子供が5歳と4歳で行事は必ず参加してる。
俺も嫁も土日休みで、お互いに予定ない限り4人で出かけたりしてる。嫁すごい節約家で、普段自分のものほとんど買わないから買い物出かけたりした時は服買ってあげたりとか。いつもってわけじゃないけど、日帰りで旅行したりとか連休の時は2泊とかで旅行行ったりっての俺の小遣いでやってる。ですってことはない。回数は多分一般的だと思う。嫁の帰りが遅くなることとかは？この時間まで帰ってこないなら嫁親に話すしかないだろ。話さないのは帰って不自然だ。想像は控えて事実だけを伝えるといいと思う。大丈夫か？バルブンテの愛してるを聞いて不倫相手と別れ話に出かけても連れて殺さ。俺もそれを想像したが緑髪があることを考えると可能性は低いかと。平日に関しては俺も嫁も、仕事終わる時間帯同じで今日は俺が送って行ってもらって、帰りは迎えに来てもらうって状態なので遅くなるとかそういうのはまずない。結婚前の男友達は何人か知ってるが、結婚後付き合いが切れた。と、言うより嫁が携帯の番号を変えて女性の友達にだけ新番教えてた。過去半年で声荒立ててしたような喧嘩はない。黒疑惑を晴らしたいのか知らないけどそんな言い訳がましいレスはいらねえんだよ。嫁を心配しているなら捜索願いだと思うんだけどなんで動かないの？ネタ？警察へは電話したよ。でもね奴ら、ことで書くならないと動きたくないらしい。奥さんと連絡つかなくなってまだ1日でしょ？いい大人だし、ちょっと心配しすぎじゃないですか？そのうち帰ってくるでしょ、だとよ。警察の次は？なんだろう、明日の朝、嫁会社に電話かな。詳しい事情は抜きにして、パルプンテに連絡をするように伝えてもらう。もちろん嫁実家にも連絡。こちらはすでに一度連絡済みだから、未だに帰ってきていないことを伝えておく。嫁両親が本当に何も知らなかったら心配してるから、途中報告だけでもしてあげて。不倫をしてる様子もないとすると、金銭問題とか？俺は嫁の浮気模様には感じないな。心底相談者を嫌いになったような気がする。今のところ特に見下り犯を突きつけられるような材料が相談者の書き込みから見当たらないが？嫁が鬱になってるとか、他の精神病を患ってるとか。それならさすがに気づくだろ。離婚の準備は半年前から進めてたみたいだし、その間もパルプンテと嫁が接してる時間は長かったんだから、今日も戻ってこなかったら捜索願いなすか。さすがにヤバいだろ。翌日、嫁ちゃんと帰ってきました嫁とも夫婦とともに。いなくなったわけについては、話し切り出そうとしてた矢先に俺がタイミングがいいのか悪いのか、勇者になろうとして呪文唱えたせいで、俺が話を知っていたのかとパニックになり、どうしていいかわからなくなったんだそうです。話の最中に嫁父が家に来て、部屋に来るなり嫁をパーン、ってのもあって状況説明と場を沈めるのに大変だったです。嫁とじっくり話をする時間をもらい、改めて連絡するということで納得してもらいましたが、嫁と俺の思いがすれ違ってたことにへこみました。人に何かを伝えることがこんなに難しいとは思わなかったオーズ。おお、嫁無事だったか。嫁はなんて言ってるんだい？黒だったってことか。わかりにくいからできるだけ詳しく書いてくれないか。嫁については白とか黒とか、許すとか許さないとかそういう話でもないです。お互いの思い違いから、とんでもない方向に行ってしまったのですが、連絡不能、行方不明についても事情把握できましたし、緑の髪もなかったことになりました。相談者さんおられるようなので引っ込みます。お疲れ、パルプンテ。黒、白じゃないということは些細なすれ違いの積み重ねということか。パルプンテが落ち着いてからでいいから報告頼む。このまま焼きになってねれん。無理にとは言わんがこのすれで詳しく。そして、パルプンテ氏は逃げる？報告でら戦う？というスレに誘導されます。どこから報告していいのかわからない。なぜ嫁が離婚の準備をするようになったか、という点から話したら？かなりはしょった形になるけど、嫁は、俺がやりたいことをしなくなった。そうさせたのは自分だと思い詰めてて俺自身は嫁や子供にしてやりたいこといっぱいでそれやってただけだったんだけど、自分が一緒にいると俺が好きなこと何もしなくなるので、それならってことだったらしい。嫁視点、パルプンテが自分だけの趣味や飲み会に使う時間が減った。家族のために我慢してると思い込む。旦那を犠牲にするわけにはいかない。離婚しなきゃいけないかも。パルプンテ視点、今一番やりたいのは、嫁と子供に家族サービスすること。必然的にそれまでの趣味に使っていた時間等が減る。でも全然問題なし。むしろ満足。こんな感じの行き違いがあった、ということ？そんな感じです。
実際の内容は子供が生まれるところまで遡ってたのでもっと濃かったですが、俺としては良かれと思ってやってたことが、結果的に嫁を追い詰めちゃってたようです。日頃のコミュニケーションが足りなかったのかな。それとも嫁が思い込みしやすい性格なのかも。今後は、二人で腹を割って本音で話し合う機会を定期的に設けていった方がいいのかもね。落ち着いたら、一緒に嫁親のところに謝りに行ってあげてな。で、なんで連絡不能でどこ行ってたんだ？連絡不能になったのは、嫁が嫁友とずっと電話してて電池切れてそれっきり。その後嫁友の家に転がり込み、相談してた。無言でいなくなったのは、話し切り出そうとしてた矢先に、俺が呪文唱えたせいで。嫁は切り出すぞと決意、俺呪文、嫁パニック、俺がずっと我慢してて実は怒っていたと勘違い、あわわわ。で、どうしていいかわからず嫁とも言え。その後嫁とも夫婦に付き添われ帰宅。俺嫁ともからその日の行動と話の内容聞かされる。で、話最中に嫁父到着パーン。まあ、よかったよ。また辛い話かと思ってた。お互いを思い合ってだったらいいじゃないか、お疲れさん。パルプンテの話が全く理解できない。嫁がコミュニケーション不全になっても仕方ないような気がする。順序立てて整備して書けないもんかね。ハゲゴウ。ごめん、すれ変わってたり嫁とのすれ違いが子供生まれた頃まで遡ってたりそれが原因で緑子になってたりと、俺もどこから書き始めればいいのかわからないんだよ。ああよかったね、よかったね。人に迷惑をかけるタイプの不器用なんだな夫婦ともに。お似合いじゃね。俺すれ見てる人に不愉快な思いさせてるんですね、すいません。これ以上は書くべきではないと思うのでこれで消えます。本当に申し訳ありませんでした。なんでそうなるんだよ。そういう堅くなというか思い込みが激しいのがまずかったんじゃねえのか。自分にとってネガティブなレスだけを見て判断するのはやめてくれー。パルプンテがパルプンテを唱えた。閲覧者が混乱した。パルプンテっていつもぼやけた文章書いて、それを出しゃばりの誰かが想像で翻訳して、結局本人はそういうことですと書くだけ。他人行儀な夫婦なんだな。まあ、カタツムリのように紆余曲折しながらゆっくりと二人の距離を縮めて関係を作っていく夫婦もあるってことさ。パルプンテ氏は大きな心で嫁さんを包んであれや。報告寺に一致してたよ。一致がなんとか大丈夫そうでよかった。経過はどうあれ、結果的には、あの時呪文を唱えたのは間違いではなかったな。やっぱり、日頃態度で示してるつもりでいても、実際口にしないと嫁さんにはほとんど伝わってないんだよ。そして、別スレへと移動していたパルプンテ氏の書き込みがこちらです。あちらのスレでは黒川脇か制裁かって空気だったので勝手承知でこのスレへ投下します。自分なりにまとめたつもりですが、意味不明だったらすいません。離婚切り出そうとしてた矢先に、俺が呪文言う。嫁は、俺がすでに嫁の考えてることを知っていて釜かけたと思いどうしたらいいかわからなくなって家飛び出し、嫁ともに電話。話してるうちにバッテリー切れそうになって嫁ともさん宅へ。嫁ともさんは前から何度か相談聞いてたとのこと、ただ、内容が突拍子もなくて愚痴程度に聞いてたらしい。俺、そんなこと知るはずもなく深夜嫁実家に電話。嫁父と話してて帰ってこないこと伝えたら、うちに来ると言って電話切れた。途中で事情知った嫁とも旦那さんの方が、そんな理由で離婚とか馬鹿げてるってことで説得して自宅へ連れてきてくれました。嫁は、部屋に入るなり、ごめんなさい、って泣き出して嫁ともさん夫婦から大筋の話分聞くことに。俺は、嫁ともさん夫婦に迷惑かけたこと謝罪して、あとは二人で話するから大丈夫ってこと伝えて引き取ってもらいました。嫁泣き続けてたのでとにかく落ち着かせようとしてた最中に、嫁父が家に来て、部屋入るなり嫁に平手を食らわせてしまい、また泣き出す嫁。どういうことだ？って俺に詰め寄るんですが俺もまだ詳しいことわかってない状態で説明することができず。お互い、嫁、俺、にどこか誤解があったみたいで、心配かけてすいません、と謝罪し必ず説明に行くから、今日は帰ってほしいとお願いして帰ってもらいました。ここから嫁と俺との話になるんですが、緑の紙と、通帳を見つけたこと話してどういうことなのか聞きました。嫁は、自分のせいで俺が大事にしてたものを売らせた、好きなこともできなくした。ずっと自分たちのために我慢し続けているから自分たちがいなければ俺はまた好きなことができるようになると。嫁が話し終わるまで聞いていたんですが、俺には全然何のことかわからず、詳しく言ってくれるように頼みました。結婚してしばらく子作りもせず二人で過ごしてて俺小遣いもらってたんですが、買い物する場合はお互い相談して買うってのが約束でした。
この時、俺は嫁と付き合い始めた頃に買った車があって嫁も気に入ってくれてて、嫁にこれだけは売らないぞって口癖のように言ってたんです。ある時、嫁から子供が欲しいって言われてその気になって子作り始めて無事出産。しばらくして、俺が大事にしてた車売却してミニバンに乗り換えた。嫁は、自分が子供欲しいと言ったばかりに俺が車手放したと。そして、子供生まれたのを境にそれまでは好きに買い物してたのもやめた。自分のものより子供の服や、嫁の欲しいもの優先にしてて、たまにいいものあっても、これいねえくらいで買うとかしなかった。嫁が、買えば？って言ってくれても、子供の服先、って感じで。嫁には、俺の行動が我慢してるように映ってたみたい。しばらくして西誕生するんですが、下の子が3歳になった時嫁から小遣いの大幅アップの提案がありました。かなり跳ね上がったんですが、嫁は俺の小遣い上げることでまた俺が好きなことできるようになると思ってたみたい。小遣い増えて俺が取った行動は、その小遣いで家族で外食したり少しずつ貯めて家族で旅行計画したりと。嫁は小遣い増えたのに自分のことしない俺が、意味不明だったみたいです。何度か、嫁から欲しいものないの？とか言われたことはあったんですが、特にあるわけでもなく、ないねー、って答えてたり。服とかは嫁が適当に見繕って買ってきてくれてたのでそれ着てたり。そんなのが積み重なって嫁の思考はあらぬ方向に行ってしまいました。俺はただ嫁と子供が喜ぶのが嬉しくて、そうするのが当然と思ってたんですが全然伝わってなかったんです。嫁バカだとか思ったんですが俺さらにバカでした。俺がなぜ車手放したところから俺がどう考えて今まで来たのか、初めて嫁に言葉で伝え、嫁がわかっていると思っていたことはありました。嫁も、自分の思っていたことが俺と全く違っていたこと、俺が我慢してないことを理解してくれてその日は寝ました。月曜日、嫁も俺も会社休みました。子供たち保育園ですが、その前に嫁は子供たちに映画すっぽかしたこと謝ってました。その後俺と嫁でお出かけ。長いこと二人だけで出かけるなんてなくてちょっと照れくさかったんですが、二人で買い物と食事楽しみました。車の中で、緑の髪あれ縁起悪いから捨てようや、もう必要ないだろ、って俺。ここで嫁からいきなり質問が。ねえ、なんであの時愛してるっていきなり言い出したの？いきなりの問いにどう答えていいかわからず黙ってたら。言えないんだ。って嫁言うので。言ってこんな目に遭うんならもう言いたくないよ、って言ったら。ダメー。って押す。俺はあのスレで呪文唱えて勇者になって期待してたのに散々積んで通した挙句今更出れかよ。とか、思いながらもそんな嫁に燃えて休憩コースへ。子供たちと約束した映画は次の日曜にみんなで行ってきます。パルプンテ唱えたらメダカに食らった俺の報告でした。とんだパルプンテだったわけだが、つうかちょっとどうよその独りよがりのバカ嫁と思わなくもないが、思い込みの激しい嫁さんということがよくわかったわけで。これからは些細な気持ちも疑問も疑いずつみ欠かさず話すようにしてうまくやっていけるといいよな。おめ。まさにパルプンテ。夫婦であっても、言わなきゃわからん。ってことだな。なんかわからんけど素直に喜べない俺がいる。なんつうか奥歯に物が挟まってる感じだよな。でもまあ本人が言ってみて結果幸せならそれでよしっていうスレなんだろうからな。つまり、子供はみんな自分が引き取るつもりだったと。養育費は当然もらわないんだよね。でなければ、一致は好きなものを買えないんだから。嫁さんはそんなに金持ちなの？それだけ思い詰めてたんだろう。嫁一人で生活できるかできないか判断できないくらい。本当に一致夫婦は、レアポゾン。原野の贈り物、なったんだなぁ。だなぁ。よかったよかった。お互いのことを思って取った行動がすれ違ったけど、最後はめでたしめでたしでほっとした。以上で終了なのだ。最後までご視聴ありがとうなのだ。よろしければコメントを書いてほしいのだ。チャンネル登録、高評価もお願いなのだ。バイならなのだ。